談話室第43回でございます。第25回の明治14年の政変で早稲田大学ができるにつきまして、米岡正臣さんからコメントをいただいております。米岡さん、コメントどうもありがとうございます。北海道開拓市長官の黒田清隆がですね、勧誘物を競売によらずに同郷の薩摩藩出身の五代友厚に払い下げる勧誘物払い下げ事件が起きますと、明治政府の中枢にいた伊藤博文が大隈重信を罷免して勧誘物払い下げを中止して10年後の国会開設を公約いたしました。これが明治14年の政変でございます。明治14年の政変によって10年後に国会が開設されることが決まりますと、板垣退助は自由党を結成してフランス流の急進主義の影響のもと、一院制、民本主義、尊王論などを主張いたしました。一方、下野した大隈重信は10年後の国会開設に備えまして明治15年3月に立憲改進党を結成いたしました。立憲改進党はイギリス流の前進主義を標榜いたしまして、イギリス型議会政治を理想といたしております。そして大隈重信は明治15年10月に早稲田大学を創設いたしました。創設当初は東京専門学校という名称でございまして、大隈重信が立憲改進党を結成運営していく上での政治家養成学校という側面がありました。今で言えば大隈重信政経塾というような内容でございました。正代井上武氏は明治14年の政変を機に早稲田大学が設立されたことを謳っております。ちなみにですね、東大の場合は幕末にペリーが来て主席老中安倍政宏が安政元年に下田函館の開港、水や食料の供給などを定めた日米和親条約を調印した時にですね、安倍政宏が行った安政の改革という幕政改革の一環として設立されました。安倍政宏は工部省、これは剣道とか槍とかですね、そういうものの体操学校ですけれども、武芸を奨励して精神力の関与を図った、人材登用に取り組んで解剖に取り組んだ、江川太郎左衛門がの指導のもとに江戸湾にお台場を建設した、オランダから軍艦2隻官輪丸と徴用丸を購入して長崎海軍伝習所を作って海軍建設に挑んだ、こういう中におきまして、特に外国知識を吸収するためにですね、安倍政宏は蕃書調べ書というものを開設いたしまして、蘭学、これはオランダの学問ですね、英学、イギリスおよびアメリカの学問、この研究も行いました。この後、蕃書調べ書には数学科も設置されまして、理数系の研究も行われました。この蕃書調べ書が後に東京大学の前身になります。木村摂津守の管理丸や小栗光介の助の憲兵使節団からがアメリカから帰国いたしますと、アメリカで入手した数百冊の要書はですね、東京大学の前身である蕃書調べ書に回されて翻訳をされた次第でございます。以上でございます。またいろいろとコメントいただければと思います。ありがとうございました。